タンドゥです。いつもね、タンドゥ TV ご覧いただき誠にありがとうございます。今回はですね、ちょっと皆さんに、ご報告がございまして、結婚して、1年以上ね、経つんですけども、まだですね、新婚旅行らしいね、新婚旅行に行っておりませんでした。それでね、今年の3月にですね、お互いにね、なんとか都合が合いまして、新婚旅行にね、行くということになりましたので、ご報告させていただきます。予定としてはですね、3月16から19日ということでね、明日から、行ってまいります。それでですね、今回行く旅行先というのがですね、九州の方に、なります。大分、宮崎、熊本をですね、回っていくような感じで、行く途中にですね、一回その大阪を経由して、そこからね、フェリーで、大分の方に、行くということなので、大阪のにもね、行ってちょっと楽しんでこようかなと、思っております。まあ、3泊4日で、結構ね、いろんなとこ、移動するんで、非常にハードな、旅行スケジュールになるかと思うんですけども、頑張っていきたいと思います。どこに行くかというのはですね、動画にしてからのお楽しみということでね、内緒にしておくんですけども、どこに行くかとか何食べるかとかは、ほぼね、嫁に任せっきりではあるんですけども、面白そうなね、スポットばかりですんで、楽しめるんじゃないかなと、ワクワクしております。動画のね、ネタができ次第ですね、アップの方頑張りたいと思うんですけども、かなりのね、ハードスケジュールになっておりますので、動画ね、アップされないなっていう場合は、ご察しいただけると大変助かります。YouTube の方はね、旅行中はね、あまり更新できないかもしれないんですけども、Twitter とか Instagram の方はね、できる限りね、更新していきたいと思いますので、もしね、興味がありましたら、そちらの方、見てみてください。リンクの方はね、動画の概要欄の方に、載っております。ひとまずね、新婚旅行楽しんでいきたいと思いますので、皆さんね、動画できるまでちょっとお待ちいただけると助かります。ということで、タンドゥでした。ヘバナ。